真新しいちびっこ警察官の制服を着ているのは、豊橋市内の子ども園に通う年長の園児たちです。この制服は、今日交通安全協会に寄贈されたばかりのもので、園児たちは笑顔で交通安全教室に参加しました。き,きてうれしかったかっいい。かっこいい。 豊橋警察署の鈴木晃所長は幼い頃から交通安全の意識を高めていきたいと話していました。